はい、どうもゆっきーです。今日はですね、こちら、ドロイドの、6を、レビューしたいと思います。こちらがですね、18本入りとなってます。なんか結構中途半端な、ね、20本ではなく18本入りとなって、ここにライターが付属してましたね。うん。ということです。これは以前紹介したフロイドっていうなんかタバコがあったと思うんですが、それの、なんか、まあに、同じ会社から出てるタバコっていうことでしょうね。うん。新世代フィルターを搭載と書いてあります。スーパーチャコールと書いてありますね。で、確か俺フロイドを吸った時はめちゃくちゃ別にうまくねえなと思って、ました。タールが 6mm、ニコチンが 0.5mm のタバコとなっています。これはですね、1mm のやつもあるんですよ。ドロイドのこれの 1mm バージョンも売ってます。なんかこれ2個入ってた。ちなみにフロイドは 1mm と 6mm と 10mm が売ってます。あんまりあれはうまくないです。多分これもうまくねえんだろうなと思うけど、一応買ってみた。こんな感じです。そんじゃ、吸っていきましょう。多分まずいだろうな。あ、これ、埋線だ。これ、埋線。これ、マイルドセブン。埋線っていうか、なんだっけ。今の、メビウス。うん。あ、もうメビウスそっくり。いや、でも案外美味しいですよ、6ミリの。いわゆる6ミリの埋線っていうか、メビウス。スーパーライトだっけ？ライトだっけ？それっぽい。うん。あ、そこそこうまい。埋線よっか多分このチャコールが多分いいんですよ。うん。香りがね、いい香りするっていうか、うん、あ、香りがね、いいっていうか、なんか、いいな。でも、埋線っぽさがあるね。あ、これは結構美味しいぞ。埋線よくはうまいと思うね。うん。あ、これうまいわ。これ結構うまい。で、確かに俺値段いくらやったっけな。これが値段がですね、300いくらだったかも。380円ぐらいちゃう。390円ですね。まあ2本少ないんですが、18本入りですからね。あ、でもこれ、埋線吸ってる人にはこれおすすめですね。埋線の特に6ミリ。吸ってる人にはおすすめですね。これはうまい。これはうまいっすね。メビウス吸ってる人にはおすすめのタバコだと思う。これうまい。うん。口に入れて、鼻から出すときに、いい香りがする。いい香りっつうか、まあ、多分、香料の感じなんだろう。香料のなんかなと思うんだけど。うん。ああ。さっきの、ピースクラシックよりか全然いいわ。これぐらいこう、マイルドな香りがいいね。うん。これは美味しい。美味しいってこともないけど、まあ、埋線の6ミリに、こう、よりなんか、こう、臭さを低減した。埋線もう高いっすからね。メビウス値段上がったもんね。だからそっちの方が、ただ売ってるとここれ少ないと思いますね。これね。これ多分そんな売ってるとこないと思うんだよね。うん。でも個人的に埋線よかはうまいな。これな。フロイドはまずかったけど、こっちうまいな。ドロイドはうまいの。ドロイドはうまいの。メトロイドは、おもろいの。みたい。メビウスよりうまいの。みたい。あ、この。口からこうバーって出すときに、喉のあたりから、こう味がね、美味しい。出すときの、煙を出すときに、こううまさが、鼻から出すときに、ここら辺なんか、うまい、香りが、うまい香りがするわ。これ美味しい。これはピースクラシックなんかより全然うまい。うん。全然美味しいっすね。自然。香りが自然なんですよ。まず大体。うん。これは4つ星。ご視聴ありがとうございました。